韓国籍または朝鮮の世帯数も増えてるし中国の世帯数も増えてるし非常にこの景気の中でどうして増えてるんだろうなっていうのは不思議なんですけどいつも言ってますがこれ法律は第2条生活保護書かれてるのは全て国民は法には書かれてるわけですよ国民として生活保護厳しいわけですよまあ社会保障費全体が厳しい中でその中で本当に外国の下までやるのかっていうのはきちんと議論した上で結論を出していただきたくてこんな通達で法の範囲を超えてるっていうのは非常に私は遺憾だったいやぬるいと思いますね、うん ただ、費を払わなかった方で海外からの旅行者に関しては例えば新しく来られるとき、再来日のときに入国審査を厳格にするって必要だと思いますし、同時に在留者の方であれば、しっかりこうした部分に対して、例えば在留資格、次取られるとか、もしくは取り消しするとか、こうした何らかの厳しい対応も必要じゃないんで、す何かしらきちんと対応しなければ、バックレル、逃げてしまうという状況であれば、何かしらのペナルティーがあるんですよというのが、やっぱりそれが抑止にもつながると思いますんで。 きょうはまあ厚生労働委員会の一般の質疑ということで、特にまあ社会保障費、膨らんでいく中で,で、若干外交の方、これからこの4月にまあ成功された、いわゆる移民法の関係で、多くの外国人の方、来る中で,で、日本の財政を考えると、あまりそこの外交の方にまで,で、本当にここまでえ社会保障費かけられるのかなというところは、私自身、とても気になっていますし、同時に、 今申し上げたように増えていく中でさらに膨らみかねないところだと思います、まあ、さらに言うとです、ね、不正なんていうのは絶対あってはいけないことだと思いますので、こうした部分、きちんと確認できるのかどうか、伺っていきたいんですけど、まず生活保護ですね、これ、もう何年も前からずっと私、聞いていっておりますが、最新の、ね、数字を聞いたのが、かれこれ、数字聞いたのが3年ぐらい前ですので、新しい数字伺いたいんです。も景気も えー、よくなって数字上よくなってますんで、当然減っているんだと思うんですけど、生活保護を受けている外国人の方の世帯数や人員、えー、総数の最新の、えー、この数字、改めてお伺いしたいというふうに思います。3年前お伺いしたとはったかなあ 4万4965世帯、えー、ということ、27年のときはおっしゃってました、9月、えー、7月ですね、最新の数字ではとおっしゃってますが、これ、増えるのか減ってんのか、えー、同時にそのときも聞きましたが、主な国の国、国籍別、在留資格別、最新の数字とこれまでの推移、お伺いしたいんですけど谷内社会援護局長 お答えいたしますまずあの生活保護を受けている外国人の世帯数と人員についてでございますけれども、最新のデータが平成31年の1月末時点のものでございますで。世帯主が日本国籍を有していない生活保護受給世帯数は4万6475世帯、その世帯に属するに人員は6万8551人となっております。またあの、先の推移でございますけれども、5年前の数字と,と比べさせていただきたいと思います。直近5年で 直近5年平成26年1月前でとの比較で見ますと、世帯数はマイナス0.7%減、世帯人員は8.8%減、えー、マイナス6649世帯となっております、あ人となっております。またあの、国籍別のデータでございますけれども、これ、最新のデータは平成28年7月末現在でございます。世帯主が日本国籍を有していない生活保護受給世帯を国籍 主な国籍別に見た場合、まあ、韓国または北朝鮮が最も多くて2万9704世帯、その次がフィリピンでございまして、5303世帯、中国が5117世帯、ブラジルが1371世帯となっております。また直近5年で見ますと、韓国または北朝鮮の世帯が3.2%増、プラス908世帯、フィリピンの世帯が8.2%増、プラス401世帯、中国が15.2%増、プラス6 世帯ブラジルが10.5%減のマイナス161世帯となっております、なお、あの在留資格別については、数字を把握していないといころでございます5年前とおっしゃいましたけれども、4年前聞いたときよりも増えてますけれども、5年前からは減ってるけれども、4年前からは増えてるってことですかいうことですよね、で今お話聞くと、えー、韓国籍、朝鮮、韓国または朝鮮の世帯数も増えてるし、中国の世帯数も増えてるし、非常にこの景気の中でどうして増えてるんだろうなというのは。 不思議なんですけど、まあ、いつも言ってますが、これ、法律は第2条生活保護書かれているのは、すべて国民は法には書かれているわけですよ、こんな国民に限定している部分に関して、人道的観点という話で、大層古い昭和29年のですね通達で、これをやられているわけで,です、ね。今後新たに 技能実習だけじゃなくて、まあえー、特定技能等で増える中で,です、ね、まあ、非常にこれ、もっと増えていくんじゃないかと危惧される国民の方、いらっしゃると思うんですけどこれ、明確に聞いておきたいんですが、基本的には技能実習や新たな特定技能での在留資格でも、この生活保護の対象とはなりえないということでいいんですよね、これはその理由も含めて、改めてなりえないということでいいのかどうか、お伺いしたいんですけどまあ外国人の生活保護につきましては 日本人と同様に、日本国内での活動の制限を受けない、まあ、永住者とか定住者等の在留資格を有して、適法に日本に滞在する外国人の方につきましては、人道上の観点から行政措置として、生活保護法に準じた保護の対象としているところでございます。で議員ご指摘の技能実習 たえあまた特定技能1号、2号の在留資格でございますけれども、これにつきましては、その活動が一定の業種の範囲内の就労に限定されるものでございます、まあ、この場合、これまでの就労目的の在留資格を有する外国人と同様、生活保護法に準じた保護の対象とはならないということでございます。あの多くのの方来られる中ででししししっかりそそそこは明確にににていいたたただきたいですし、まあ、そもそも私最初に申し上げたように法の趣旨を えー、超えてると私は思ってますんで、しっかりそれをやられるのであれば、法改正も含めて出されるのは数字だと思いますし、国民として、生活保護、厳しいわけですよ、まあ、えー、社会保障費全体が厳しい中で、まあ、その中で本当に外国の下までやるのかっていうのは、きちんと議論した上えで結論を出していただきたくて、まあ、こんな通達で法の範囲を超えてるというのは、非常に私は遺憾だと思いますし、まあ、しっかりそこの部分はチェックをしていきたいと思いますが、数字増えてるのは本当に驚きですんで、まあ、このあたり、えー、ぜひ分析。 していいたただきたいんですけどこれ、通告してないんで、理由分からなければしょうがないと思いますけどこの変異とか移動とか、景気がよくなってるわけですよね、全体の中では生活保護の方、そこまで増えてないと思うんですけど何か分かりますか、理由については。お答えいたします、生活保護全体としてはまあ減っておるんですけども、先ほど申し上げましたように、あ国あ、国籍別で見ますと、増えてる国もあるということでございます。 けれども、若干まだ分析ができておりません。できるかどうかを含めまして、ちょっと持ち帰らせていただきたいと思います。丸山穂高君、これしっかりやっていただきたいというふうに思います。まあできるかどうかも含めてということですが、やっていただきたいというふうに思います。あのそういった意味でですね、まああの生活保護の件も気になるんですが、もう一つ去年来ずっと、えー、質疑してきました、技能実習の失踪者数、失踪者の方ですね、がまあ非常に多いんじゃないかという質疑をずっと。 させてていいただいて数字でいうと、この5年24年からの6年間で、数えると延べ2万8368人、六十八人ですね、そうですの方が、まあ、延べですけど。 行方不明、失踪になっているという、まあ、非常に大重要な事態だという話をさせていただいて、これ、法務省も危機,を危機感を持って、しっかり対応していく、あの確認をしていかなきゃいけないということで、強化するという対応だったんですけど、去年の数字がわからないんですけど、これ、去年の数字、もうさすがに把握されてるんじゃないかと思いますが、これ、増えてます、減ってます、あの数字も含めて、えー、ぜひお伺いしたいんですけど丸山出入国在留管理庁。 お答え申し上げます、えー、と平成30年に行方不明になったとして、地方入国管理局および外国人技能実習機構に届け出のありました技能施設の数は9052人となっております。これは、えー、と平成29年が7089人でございましたので、2000人近く増えているところでございますこれ、あの当時、対応すると、えー、減らしていくようにという話だったと思うんですけれども、できてないということですから、これ理由も含めて、なぜこんなに増えているのか、お伺いできますか。 ま、あの今般、平成30年の数があ29年の比べまして、まあ、2000名近く増えてございますけれども、まあ、その大きな要因の一つとしましては、あ技能実習生の人数自体は非常に増えてきているというところもあるのかと思います。他方は、先般あの3月末にですね、あの先般の国会で通していただいた案件も含めまして、あの技能実習生の運用状況について、若干法務省で調査したことを報告させていただいておりますけれども、まだあのお新しい技能実習に基づいて、 行っておりま,すがまだ1年5か月余りではございますけれども、現、ま、行、あの制度と従来の制度を見比べますと、 新しい制度で失踪者が発生しては少し少ないような傾向は出ておりますけれどもまあ引き継き注視して、取りり組んでいく必要があると思っておりますいやこ,れねこれからますます増えていくわけでしっかりこれはあの数字も見ていきたいと思いますので、たびたび私も国会で確認していきたいと思いますから結果もえ伴わなければ何やってるんだという話になると思いますのでよろしくお願い申し上げたいと思いますが、在留カードの偽造カードの話もえらいニュースになっているわけですよ。たたびび出ててですねこの 検挙数もすごく増えているんじゃないですかね、まず数字、伺いしていきたいんですけど、推移をお伺いしたいんですど増えてるんでしょうかね、どうでしょうか藤村警察庁刑事局組織犯罪対策部長。お答えいたします。来日外国人による偽造在留カード所持等に係る事件の検挙件数につきましては、平成25年から統計ございまして、平成25年中に108件を検挙しております。 その後、増加傾向にありまして、昨年、平成三十年中における検挙件数は六百二十件となっております今年に入ってだとニュース見て、なんか千枚以上のこの在留カードの偽造が見つかったみたいな記事もあってです、ね、そ、ま、のあその千枚見つかったとしても一件だと思うんですけど、検挙としてはですね、非常に増えている中でも危惧するところなんですが、これね、うちの党としては、もう在留カード、もちろん IC チップがあというお話ありますけど、マイナンバーとかも含めて、全部、その。 確認の義務付けと、雇用者側も含めて全部チェックして、偽造であれば重なった数字だとか、ありえない数字があるわけで、それを確認できるように、国税にしても、厚労にしても、法務にしても、連携しなきゃいけないと思うんですけど、この連携の部分がね、まだまだ私は不足していると思うんですが、昨今、いろんなお話を聞いてて、少し前に進めさせるのかなと思ったのが、厚労省の分野で、この労働者を雇う部分場合の不法就労の 防止の観点から、今、私が申し上げたようなです、ねまあえー、厚労省の方で、えー、ある企業とか雇い主がです、ね、外交の人を雇う場合に提出させるこの雇用をするとき、離職するときにその届け出情報を、まあ、一応なんか法務省さんと情報共有しているらしいんですが、そ,の、えー、そこを見ると、非常に法務省の方でも、えー、書き漏れだとかです、ね、食い違いみたいな。 部分でうまく連携が取れてなかったんじゃないかみたいな話をちらっと聞くんですが、こうした部分、チェックはしているということでいいですよね、チェックしているのかと、同時にその中でどれぐらいの割合、件数でこの記載内容に語気があるとか、確認が取れないようなケースがあるのか、それでも含めて、事実関係なんですけど、お伺いしていきますか土屋職業安定局長。 お答え申し上げますまずあの厚労省側の対応をご回答申し上げたいと思います。あの外国人の雇用状況につきましては、労働政策総合推進法第28条に基づきまして、外国人労働者の雇用管理の改善等を図る観点から、すべての事業主に対しまして外国人の労、外国人労働者の雇い入れ時、または離職時に指名、 在留資格、在留期間などを確認をしてハローワークに届け出るということを義務付けているところでございます。で、えー、またあの同法の第29条に基づきまして、法務大臣または出入国在留管理庁長官から、えー、求めがあったときには、あの厚生労働大臣はこの届出に係る情報を提供するものとする。 とこととされていいること状況でございますでこの規定に基づきまして、え従来からえ法務省からの求めに応じまして、毎月1回え、届け出情報の提供を行っているというところでございこれ、法務省、さっき申し上げたような、えチェックできているんですかね、きちんとそのえ聞いている感じだとえ、要は書かれてないとか、動きがあるとか、まあ、非常にあやふやなものが出ているとか、そういうこともあると聞いたんですが、いかがですか。 丸山在留管理支援部長。お答え申し上げます。出入国在留管理庁におきましては、毎月厚生労働省から提供を受けました外国人雇用状況、届出情報のうち、前月分から新たに追加された届出情報につきまして、出入国在留管理庁が保有する外国人情報との突合を実施しているところでございます。突合のの結果でごござざいいまますすががその月々により若干変化はございますが 2>, 2割程度について、不都合という結果になっております大臣、これ、2割がまあ要は厚労省からもらったデータを見ても、よう分からんという状況なわけですよ、で、こんなんじゃだめで、きっちり要は彼らが持っている在留カードにしても、われわれはマイナンバーカード、もうしちゃおうという話がいいと思うのまあ今は在留カードですが、この在留カードをまあしっかりまあ添付させるのか、コピー大変なら、せめて番号は必ずえ書かせるように。 してですね。で、まあデータベースがあるわけですから、重ない等も含めてチェックさせるってこれ非常にまあ第一歩として大事だと思いますし。これ厚労省前向きにやるんじゃないかと話聞いたんですけど、ぜひ大臣これやらなきゃだめだと思いますけど、やられるという方向性でよろしいですか。どうでしょう。根本厚生労働大臣。あの外国人雇用状況を届けでこれについてはあの委員御指摘のとおり、法務省が把握する情報と厚生労働省が把握する情報が 突合できない事案等があることから、昨年末に関係閣僚会議で了承された外国人材の受け入れ強制のための総合的対応策、この対応策において、届け出事項として在留カード番号を追加し、法務省との間で情報を共有し、法務省の有する情報と、突合を行うことなどによって、より一層適切な雇用管理、 在留管理を図ることとされたものでところでありますで、今年3月末の労働政策審議会雇用対策問題部会においてこうした方針について労使等の委員に説明を行いご了解いただいたものと承知をして,しております引き続き今年度の措置に向けて所要の準備を進め法務省ともしっかり連携して対応していきたいと思います もうこの4月から、えー、と特定技能の方も来られているわけで,です、ね、まあ、しっかり、えー、なるべくスピード感を持って、えー、対応いただきたいと思います、2割の記載が分からないも異常だと思いますので,です、ね、まあ、しっかり管理いただきたいと思いますが、まあ、同時にうちの地元はあの関西でも関西国際空港があるところで,です、ね、まあ、海外の方ももちろん来られます、でもちろん、えー、海外の方で病気にならない方もいて、まあ、しっかりそういった部分での医療体制の保護とか、これはしっかりやらなきゃいけないと思うんですが。 そういう意味でちょっとけしからんなと思うのは海外からの外国人の方ですね来られたとは限らない外国人の方での医療費の未回収に対して厚労省の方で今般調査をされたという記事を見ましてかなりの額、かなりの病院でのかなりの割合が未回収になっているということですがこれは本当かどうか報道かどうかで,で読んでいるとびっくりしたのが旅行者の方が多いのかなと。まあ、医療を受けて そのままに帰ってしまわれてもう来ないみたいなのが多いのかなと思ったらびっくりでそのうち6割が旅行者の方じゃなくて在留資格を持つ外国人の方だということなんですけどちょっと伺いたいですが6割のうちさらにその在留資格別の割合とか件数があればお伺いしたいんですけど同時にこの調査を受けてこれまずいですよね。この状況で 国民のほうはきちんと払っているのに、海外の方々はこうなっている、どうなっているんだという声が上がって当然だと思うんですけど、これに対してどういう対応を取られるか、お伺いできますでしょうか吉田医政局長、お答えいたしますあの、厚生労働省としましては、昨年9月から、医療機関における外国人患者の受け入れに関する実態調査を実施いたしまして、その3月、あ本年3月にその結果を取りまとめさせていただきました。その中にには今委員あのおっっししゃっていたただきましたように 未就金、これはあの請求日より1か月たっても診療費の全額が払われてない状態というものを未就金と定義をいたしました調査項目もございます。でこの調査につきましては、訪日外国人に対する医療提供体制の改善に資する基礎資料を得ることを目的としたものでありまして、医療機関に対するアンケート調査で行わせていただきました。というこの 本調査が、訪、えー、日外国人旅行者の医療提供体制の向上に資するためのものという目的でございますので、訪、えー、日外国人旅行者、あるいは在留外国人といった区分、これはあの医療機関の申告により把握をし、委員ご指摘のように、未就勤総額の6割が在留外国人によるものということが把握できましたけれども、 その調査の目的からして、在留資格別の件数、あるいは割合については調査していれてございませんで。これを踏まえて対策をということでございますが、この未就勤の背景には、言語や文化の違いなどもあるというふうに思っておりますので、私どもとしては、外国人の方々の医療環境、その受け入れ環境を進めていくという意味では、いわゆる通訳についてのサービスを手厚くする、あるいは、 医療、観光等の関係の方々と連携をして、外国人の方々に対するワンストップのサービスを行う、あるいは医療コーディネーターの方々の要請をするなどの取り組みを進めさせていただいているところでございますこれね、未払いの方の特定が可能ではないですね、今の話だとね、まあ、要はアンケートですからね、でこれ、正確に把握していく、まあ、今回、えーと、隣人の調査ということですが、定期的な調査だとか、もしくは申告の制度って、こういうの必要なんじゃないでしょうか、どうお考えですか外国人の方の医療費の不払いをどういう方々という。 おられるのかというその把握の仕組みにつきましては、医療機関から厚生労働省の方にご連絡をいただく、まあ、通報をいただくという仕組みを前提にすることが必要であろうというふうに考えております。その際には、この不払いがあった場合の通報の仕組みについて、外国人から同意を適切に得られる仕組みとできるかどうかですとか、あるいは医療機関から厚生労働省への通報をどういう実務的に適切に行うかなどの課題がございますので、どのような形に、 すすするるるにににしててもも確実に運用できとといううのにする必要があろうと思っております私どもとしては、引き続き、未収金の問題を含め、外国人、訪日、あるいは在日外国人の方々に対する医療の提供に関連する多様な問題に、関係省庁と連携をしながら取り組んでまいりたいと思っております。 いいいやぬるいと思いますね、あのー、医療費を払わなかった方で海外からの旅行者に関しては例えば新しく来られるとき再来日のときにこう入国審査を限界するという必要だと思いますし同時に在留者の方であればしっかりこうした部分に対しては例えば在留資格を次取られるとこもしくは、えー、取り消しするとかこうした何らかの厳しい対応も,も必要じゃないんですか,なんか聞いているとすごくぬるく感じるんですがいかがですか。 あの今、外国人、特に在留の、在日の外国人の方に、えー、フォーカスしたご質問を頂い,いておりますけれども、医療機関における未就勤問題として、いろいろな背景がある中で、どのような課題が取りうるのか、医療機関、あるいは現場におけるお話も伺いながら、全体として考えさせていただきたいと思います、あのー、もちろん、本当にきちんと払っていらっしゃる方を、きちんと医療体制でフォローするために、 払ってらっしゃらない方、どういう需要があるか、寄り添う必要はありますけど、も、まあ、しかして、不正があるんだなら、しっかり確認いただかないと、今、外国人労働者の方、増えていくわけですから、明らかにこの今おっしゃってる数も調査するかどうかも今、もやっとされてますから、ぜひ調査いただきたいですし、でこれ、多分増えていくんですよね、そのときにこの対応、絶対必要ですし、さっきお話をしたような申告の制度にしても、何かしら、きちんと対応しなければばばっくれる。 逃げてしまうという状況であれば、何かしらのペナルティーがあるんですよというのが、やっぱりそれが抑止にもつながると思いますので、しっかり公平性を欠くことがないようにです、ね、対応いただくことを重ねてお願い申し上げまして、時間がまいりましたので、私の質疑を終わります。ありがとうございました